はい、皆さんおはようございます。ワドです。2018年4月の4日17時41分です。よろしくお願いします。風船ありがとう。いらっしゃい。どうもどうも、こんにちは。早く起きたかったのにな。やっぱり夕方になっちゃうな。もったいないね。マイペースにやるしかないな。本当はね、朝方からね、昼間ぐらいにかけて放送やる、朝早い時間からやりたいなと思ってんだけど、どうしてもね、ロングスリーパーだからね、寝ちゃいますね。どうもおはようございます。てか今日花粉すげえな。もう目が痛い。目が痒くて痒くてしょうがないわ。おはようみんな。おはようございます。今日もよろしくお願いします。ありがとう、風船ありがとう。のんちゃんいなかったね。朝起きたらいなくなってた。おはよう。おはようございます。昼の放送ごめんごめんごめん。やっぱね、睡眠だけは長く取りたいんですよね。睡眠が取れなくなるとストレスになるっていうか、歯車が狂うんすよ。だから俺は一番大事にしてるのは睡眠ですね。睡眠はなるべく長く取ろうっていう。いや、俺は年中寝てますよ。一日12時間以上寝るね。睡眠しっかり取らないとパフォーマンス落ちるんで、睡眠大事だよね。12時間寝ないとね、頭が回らないんだよね。20時に寝て朝3時起きがデフォ。ああ、ショートスリーパーですね。羨ましいですね、ショートスリーパー。いや、多分ね、無呼吸症候群とか持ってるんだよね。だからね、睡眠、目覚め悪いですね。昔から言われてたね、寝すぎだって。まあ、しょうがないんだよね。自分のスタイルだから、それは。睡眠イコールエナジーだね。そうなんだよね、熟睡できない。だからね、お酒をね深く飲んだ時とかね、逆にショートスリーパーなんだよね。いや、俺にとってはショートスリーパーだよ。禁煙はしないですね、僕は。タバコは体にいいと思ってるんで、禁煙はしないですよ。一番ね、ストレスになるのはね、一番体に悪いのはストレスだと思ってるんで。どうなんだろう、人によるんじゃないの。やっぱりちょうどいい睡眠時間っていうのは。眠剤飲まないね。眠剤飲むと頭おかしくなるから。呼吸がね2分ぐらい止まってるんだって。でいびきもすごいし、だから睡眠すればするほど疲れるんだよね。どうもアイテムありがとう。3時間ショートスリープにね切り替わる時もあるんだよね。じゃんじゃん吸いますね。あ、それあるかもね、太陽の光浴びてないからっていうのは。
1日3時間とか考えられないな。なるべくね、ストレスをから、負担をかけないっていうか、ストレスがかからない生活っていうのを意識してるね。さんまさんとかも3時間とか言うよね。ずっと。ああ、寝だめするタイプか。それってどうなんだろうね。もったいない気がするけどね。仕事に特化するんだったらいいかもしんないけど。やっぱバランスのいい生活が一番いいと思うけど。お酒は飲まないですね、僕は普段。飲めるんですけど、飲まないですね。あどけない顔してる、そう？ あどけないってどういう意味だっけ？幼いって意味だっけ？ あどけない。あどけないわ。子供の様子が無邪気で可愛い。子供っぽいってことだね、あどけないっていう。お酒はあんま好きじゃないですね。あれは体に毒だと思ってるんで。お酒は絶対毒ですね。昨日頑張ったの。飲もうよ、飲もうよ。お酒好きな人は飲んで。俺の放送を見ながら。俺は全然、うざがらみしてこない酔っ払いだったら好きなんで。うざがらみしてくる酔っ払い大嫌いですけど。タバコは俺は毒だとは思ってないかな。体にいいと思ってるね。酒は毒だよね、絶対。タバコオーガニックですよ、僕の。俺肌白いってよく言われるね。日焼け全然しないね。吸うための言い訳とかじゃなくて本気でそう思ってるんだよ。昔の日本人のイケメンの顔だからね。ひな人形の顔かもね。切れ長の人へ、面長ってやつね。面長で、切れ長。シミとかないね。うん。まだ出てないですね。日焼けした経験がほとんどないから、シミができづらい。はい、ワダツ。おはよう。飲んじゃうね。帰ったっぽい。起きたらいなかった。のんちゃんのコーナーないっすね。いなかったのよ、起きたら。母親、そうだね。寄り目が多いかな。母親も父親も。母親が顔面がパーツが真ん中の方に寄ってて、親父が寄り目かな、若干。いや、笑うとき笑うよ、俺。いや、染めるのがね、めんどくさくてね、染めてないだけっすね。染めなきゃなぁとは思ってるんだけど。
そう、昔のね、クゲ顔っていうやつだね。クゲ顔。目標達成できなかったね、花火。ダメだった。なかなかうまくいかないよね。全部は見れないよ。配信見る、配信全部見ようと思ったら大変だよ。頼朝。はいはい、いらっしゃい。はいはい、どうも。じゃあ、リーバイス買ってあげてよ。髪染めればいいのにじゃなくてね、髪の毛をね、切りたいね。髪型を変えたい。リアルで見ると顔が小さくて鼻高い。え、俺リアルで見たことあんの？18号さん。顔はそうだね。めちゃめちゃ小顔だね。はいはい、おやすみ。メガネね、昨日ね、サイズを直してもらった。フィットするようにしてもらった。ありがとう、風船ありがとう。画面はね、顔がアップになってたりとかするから、カメラにパソコンに異常に寄ったりするからね、どうしてもね、顔がでかく見えるんだよね。実際顔でかい人多いしね、配信者は。丸眼鏡はね、今修理に出してる。レンズ交換してもらってる。銀杯さんと石川紀之さんが顔でかいかな、配信会だと。銀杯さんと石川紀之さん。野田ゾーリでかいけどね、野田ゾーリは身長がでかいんだよね。で、よっさんは横幅がでかいから。チャンピオンはまあ小顔じゃないかな。スタイルいいけどね。はい、こんにちは。野田はほら、タッパがでかいじゃん。で、よっさんは横幅がでかいじゃん。そうじゃなくて、顔が単純にでかいの、金梅さんと伸幸さんだね。そうそう、顔大きい人はね、出世するって言われてる。あと舞台俳優とかはもう顔でかい人多いよ。海老蔵さんでかいだろうね、多分ね。
俺もそう思うわ。ああ、歌舞伎役者になれってよく言われてたね、若い頃は。年寄りによく歌舞伎役者みたいでかっこいいってよく言われてた。こんばんは。海老蔵さん絡みあるよ。何回もあるよ。銃乱射あったらしいね、YouTube でね。何なんだろうね。着物似合うよ。はい、ワード。鮫島さんね、なんか日本舞踊じゃなくて、あれなんて言うんだっけ、なんか特殊な踊りやってるよね。あ、もらったもらった、花アイテムはもう速攻もらったから、もう多分もらえないんじゃないかな。YouTube で人気出ないから逆恨みで怖いね。ワード2ハートありがとう。ありがとう。怖。そういう世の中に頭おかしいやつがいるからな。怖いよね。いや、ドレさんリスナーも流れてきてないけどね。ドレさんリスナーはドレさんみたいでしょ。あんまりかぶってないと思うよ。はい、おはよう。ドレさんどうなんだろうね。引退するんじゃねえかなっていうのが俺の読みなんだけど、なんか今まで引退していった人、あ、こんな感じで引退していったなって感じだね。しれっといなくなってね、みんな忘れていくんだよね。はい、久しぶり。
いや、どれさんが配信しない理由は俺に聞かれてもわかんないよ。なんで俺に聞くの？どれさんのことはどれさんに聞くのが一番いいじゃん。なんで俺に聞くんだろうね。わかるわけないよね。あ、まあ、いや、恥ずかしくてっつうか、冷めるんだと思うよ。配信の熱が冷めるっていうか。やらなくていいかみたいになっていって、自然となんかやりたくなくなるんでしょ。どうやって食べてくんだろうね。まあ、どうにでもなるんじゃないの。もともと売れてたわけじゃないから、みんながみんな売れてたわけじゃないじゃん。まあ、元に戻るだけでしょ。まあ、バイトするなり何するなり。あと、やっぱり囲いの人とかが支援してんじゃないの。トルさん、なんだかんだリスナー多いかんね。はい、どうも。大丈夫だと思うよ。いやー、貧乏だったけどね、後半は100万以上稼いでたから、金あんじゃないかな、どうなんだろう。あ、まあまあ、それはあるだろうね。寂しくなったら配信復活するっていうのはあると思うね。でもまあ、しばらくやらなそうだなっていうのが俺の予想かな。どうだろうね、わかんないけど、やりたい人がやればいいし、やれない人はやらなきゃいいと思ってるよ。配信は。はい、こんばんは。はい、お疲れ様。おはよう。ワンツー。ありがとう。俺は長く休んだことは一回もないね。普段休み2日連続ぐらいがマックスだね。この4年間、5年間ずっと配信やってて、2日間しか休んだことない。連続で。で、1ヶ月で4日以上休んだことないね。で、休んだっつってもさ、寝てるだけなんだよ。寝だめしてるだけで。だから俺の感覚だと、1回も休みをしてないって感じだね。プライベートが全くない。だからもう配信中毒だよ。起きてる時間ほとんど配信してるから。配信してない時は移動中とか飯食ったり風呂入ったりとか、本当になんかそういうことをやってる時だね。
花火ありがとう。お疲れっす。花火ありがとうございます。おはようございます。あれだけみんなを友達だと思ってるって言ってても、結局はそんなもんだ。え、どういうこと？誰が言ってんの？みんなを友達だと思ってるって誰が言ってたの？誰が言ってたの？どれさ？っていうか、配信者がね、友達がどうのこうのっていうのは、俺はね、アホだと思ってて、友達作りに来てるとか、俺はないと思ってるよ。どれさ？俺ネットで、はい、友達作るっていう発想は俺は間違ってると思う。ネットで友達を作るっていう発想がそもそも間違い。おはよう。リスナーさんでも友達になりましょうとか言ってくる人いるけど、丁重にというか、はっきりお断りしてるからね。はっきり。僕はリスナーさんと友達になる気なんか全然ありませんと。全くないと。本気ではっきり言うね。僕はあなたとは友達になりませんよって。全然嫌だ。ねえ、ヒカル君起業したらしいよね。リア友いない。てか俺は友達なんてクソだと思ってるから、一人もいらない。なに、俺はね、人間っていうものの、その裏切るっていうことを信じてるの。自分の都合のいいようにいかないから、俺はそもそも人間は裏切る前提で付き合いするのが普通だと思ってるから、自分の都合よくなんて絶対いかないんだよ。だから友達作らないっつってんだよ。俺は友達いらない。俺別に自分が一番偉いなんて思ってないよ。全然思ってないよ。全然思ってない。石は友達じゃないよ。愛はどっち？
友達とか裏切ったとか言ってるやつほど、他人を都合よく使おうっていう。俺、友達多いやつって他人使うの上手いやつだと思ってるけどな。俺逆だと思うけどな。なんか自分のことを絶大な信頼があるから別に他人に頼る必要がないっていう風に解釈してるけどな。俺頼らないもん、基本的に。はい、こんにちは。みんな友達大事だと思うの？友達必要だと思うの？大人じゃなくない？それって。子供じゃないんだからって思うんだけど。いいと、それ30過ぎてて、ていうかむしろ学生時代が終わってて友達が友達がって言ってんの、俺ダサいと思うけど。女子供じゃねえんだから。いらないよね。ああ、そう、いないよりいる方がいいんだ。俺いた方が嫌だな。いない方が楽しいな。一人の方が楽だよね。はい、ワード2。相性が合うかどうか。ああ、いや、それはあるだろうね。それはあると思うよ。噛み合うかどうか、縁があるかどうかだと思ってる。プッシュの行動の意味が分かんないな、ごめんね。プッシュの行動って何すか？テルチャンピンが羨ましいって言ってるわけじゃないよ。そこ誤解受けてるんだけど、俺テルチャンピンが羨ましいとは思ってないよ。すごいなとは思ってるけど。俺友達一人もいないよ。コンプレックスなんて感じる必要ないんじゃないかな。違う違う違う。信じるから裏切るってことよ。だから俺は信じないっつってんの。要はね、信じるっていう行動が自分の都合のいいようにやってるから弱い人間がやることなのよ。この人はこういう人間であるに違いないって弱い人間が思うのね。だから裏切るイコール信じるなんだよ。だから俺は信じないっつってんの。そういうことね。信じて裏切られてもいいじゃん。コストがかかるっていうか、めんどくさいかな。信じたり裏切られたって感じてる時間がもったいない。ごめんごめん、コードの意味が分かんない。プッシュのコードって何？プッシュのコードって何？ごめんごめん、朝ね、放送やりたかったんだけどね、寝てた。ごめんね。プッシュの番号？検索したら出てくるんじゃないの？プッシュで和道って検索したら出てくるんじゃないかな？多分。
ヒカルくんの店には顔出してないよ。ね、ロマン飛行良かったよね。選曲が良かったよね。あ、大きなことをやるには人の力を使わないといけないかもね。俺はそれ苦手だったな。人の力を借りないとでかいことはできないよね。わかる、それは。俺だから個人プレーの方が得意だなと思ったから。会社経営向いてないわと思った。あ、そっか、明日岡山か。明日岡山か。いや、用意してくれてるって言ってたけどね。宿泊先はね、多分ね、社長の家に泊まると思うから、宿泊先に遊びに来れないけど、社長がやってるオープンしたお店があるんだって。で、そこのお店で一日中飲んでるから、そこに遊びに来ていいよ。一緒に飲もうよ。宿泊先じゃなくて、なんつうの、飲み屋に。プライベート配信できんじゃないの？配信に制限はつけるつもりないけど。いや、ホストクラブじゃないね。不動産と、飲み屋、新しく飲み屋やったっていうのと、あと、福祉事業だね。こんばんは。な、手広くやってる人。ホストとか、水商売系の人じゃないね。実業の人だね。飲み友じゃないよ。あくまで俺のファンね。トルティーヤじゃん。あれでしょ？ケバブでしょ？美味しかったよ。行っていいよ。もちろん。いや、言うこと全然変わってないと思うけど。知らない。 SSD 積んでるかどうか。のんちゃんは来ないよ。のんちゃんは東京でお留守番。いいよ。81号さんいらっしゃい。いや、別に俺のことを信頼するかどうかはリスナーさん一人一人が決めることだから、いいんじゃないの？俺のこと好きだろうが嫌いだろうが、信用できるって言っても信頼できるっつっても、俺は別になんか普通に思ったことを喋れるだけだよ。で、まあ受け取り方は人それぞれだから、顔色見て話しようと思ってないよ。
好きに解釈していいよ。好かれようと思って配信を前提にやってないからさ。男と女なんかいろいろあって当たり前だと思ってるけど、ごめんなさい、プッシュ法の意味が分かんないですね。何プッシュ法って、プッシュ法って何、プッシュ法が分かんないわ、ごめんね。いやだからコードを教えてじゃなくて、コードの意味が分かんないんだって、プッシュ法の。プッシュ法って何そもそも。ねえ、のりこは髪型ショート似合うよね。何プッシュ法すんなって、何意味が分かんねえんだけど。いや分かんない、説明もできないのに教えて教えてって言われても分かんないよね。何の話をしてるの、分かんないな。3日ぐらいじゃないの、2日3日ぐらいだと思うよ。まあそのお店でイベントやるのは1日だけだから、リアドするタイミングそこだと思うけど。あ、俺が切ったね、のんちゃんの髪は。プッシュっていうのはアプリ入れて一番最初の頃やったよ、登録したけど機能がよく分かんないからアンインストールっていうの、なんかもう放置してるけど、そのプッシュ法っていうのがよくわかんないんだ俺。だからプッシュを使ってないんだよ。これか？これをどうすればいい？何を教えればいいの？検索したら出てくるんじゃないの？え、何これ？っていうかもうログインできなくなってるわ。アカウントパスワード。プッシュ法をやるとき4桁の番号わかってるでしょ？ごめん、意味がわかんない。意味がわかんない。プッシュ法が分かんないっつってんの、使ったことないから、うん、マイページでだからパスワード分かんなくなってログインできないんだって。なんで分かんねえんだよ、ほらパスワードが分かんないからログインできないから放置してるっつってんじゃん。こっから先に進めないんだよ。何プッシュ法って、もうめんどくさいわ。だからログインできないって。なんかマイページは勝手に見りゃいいじゃん、お前らで見れるんだから。プッシュでは和道さんがプッシュ法を出して配信してることになってる。ごめん、プッシュ法が分かんないっつってんの。プッシュ法って何よ。プッシュ法の意味が分かんないから説明できないって。何を言ってんの、プッシュ法プッシュ法って。
プッシュ法って何？2日はね、岡山で何するの？岡山じゃなくて名古屋と大阪に行く予定だね。あいはどつ。ポイント5000使って配信すること？ごめん、何を言ってるか全然わかんないわ。俺プッシュのポイントなんか持ってねえわ。何？ポイントを5000使って配信することがプッシュ法っていうの？だからもう一回言うよ。プッシュ登録したよ。でももうログインのパスワードとなんだか分かってねえからログインできねえんだよ、プッシュ。だからやり方が分かんねえっつってんの。初日でログインして登録したよ。そっから放置だよ。分かる？ログインできねえんだよ。もうプッシュ法の意味も分かんねえしよ。勝手にやってろよ。そっち側でやれよ。めんどくせえな。なんだよプッシュ法って、そう、登録してすぐ忘れたの。何を騒いでんだよな。いや、もうアインソールするわこれ。めんどくせえ。消します。はい、はい、解約しました。めんどくさいんで解約します。はい、終わり。だからアカウントログインできないんだから。アプリ消した。何課金してって意味が分かんないんだけど、何を言われてるのか全然分かんないんだけど、何を言ってるの。じゃあもう言われてることがオムライスのホワイトソース、オムライスのホワイトソースが5000ポイント、オムライスの4桁、オムライスのホワイトソースの4桁とか、そういうなんかもう気違いが集まってきてるみたいな感じなの。もううぜんだわ俺からすると。オムライスのマッシュルーム、オムライスのマッシュルーム、オムライスのマッシュルーム、大丈夫かよ本当に。何言ってるか全然わかんねえよ。何の話か言えよっつってんの。日本語使えねえのかよ。意味が分かんないよね。いや、このコメント欄が気違いだろ。プッシュ法プッシュ法って、いや分かんない、そんな感じに聞こえるよね3号さんね。プッシュで50万儲けた俺が？え、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って待って待って、え、なに俺50万入んの？なにそれ、え、消しちゃったよ。え、どうすればいいの？え、俺が50万儲けたの？え、え、どういうことどういうこと。え、プッシュ消すな。え、どういうこと。え、待って待って、俺50万稼いだの？どういうこと？ちょっと待って。プッシュ取り戻すわ。ちょっと待って。アップルストア。え、どういうこと？どういうこと？消さない方がいいの？
消したらダメだったの？どういうこと？もう全然意味わかんねえわ、言われてることが。プッシュ、プッシュ。これか。ダウンロードします。今ならまだ救える？いや、俺に金が入ってくんの？いや、金の話は別だから。金の話は別でしょ？金が入ってくんの？何？プッシュ法の4桁のコードって何？ログインどうやってやんの？ログインどうやってやんだ？どうやってやんだろう？通信エラーって出たんだ。どうやってやんだ？これは何？取っといた方がいいの？プッシュは。相性なんかテレビに出れるとか出れないとかじゃないの？テレビに出れるとか出れないとかそんなんじゃなかったっけ？違った？あ、ログインできた。ログインできたよ。で、どうすればいいの？ログインできたよ。ログインできたよ。どうすればいいの？ログインできたよ。できた、できた。ファン19人しかいねえじゃん。プッシュ法が設定されました、だって。あ、書いてある。プッシュ法が設定されました。え、ちょっと待って、プッシュ法が勝手に起動したんだけど、何これ、何これ、ちょっと待って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 、あと59分でプッシュ法がご利用できますって、何これ、なんかボタンを押したらプッシュ法になったんだけど、何これ何これ何これ、プッシュ法が炸裂しますって書いてあるんだけど、何プッシュ法が、なんかタイマーが起動したんだけど、何これプッシュ法って、ちょ、消して消して、何何何、プッシュ法がなんかタイマーあと1時間で設定されて、何これ、だ、何これ、プッシュ法がなんかタイマー起動したんだけど、勝手に、ほらほら、プッシュ法がご利用できますって、何これ何これ、何これ、何、ちょっと待って、何の説明もなく、何なのこれ、何これ、いや、ちょっと誰か教えて、プッシュ法が、あと何これ、何これ、どうすればいいの、どうすればいいの、どうすればいいの、じゃあプッシュ法をご利用でき、じゃあお知らせのところ見たの、それでプッシュ法をご利用できるようになりましたって書いてあったから、いや、なんだよこれ、どうすりゃいいんだよこれ、ちょ、意味が分かんない、説明を読みたかったんだよ、どうすればいいの、どうすればいいの、これアンインストールした方がいいの、いや、時間がない、時間がない、誰か教えて、本当にどうすればいいのこれ。ね、どうすればいいの、あと57分しか時間がないって。何なのこれ。何やばいって、時間がないって。誰か教えて、これ何、何の説明も受けてないんだって。通知、ほら、プッシュ法が設定されましたって書いてあんの。で、これ押したら勝手に起動したんだって。なんで説明ないの、教えてよ。何これ、プッシュ法って。あ、もう意味わかんねえんだけど。あ、横のハテナを押せばいいの。これ？これ押せばいいの。あ、書いてあったわ。プッシュ法でリスナーを増やそう。プッシュ法とは、初期リスナー獲得機会を増やすことを目的としたサービス。あ、大したことないね。プッシュファンクラブを持っている誰でも簡単に配信。あ、あ、なんか普通だったわ。
なんだ、なんかプッシュ法でリスナーを増やそうって書いてある。なんだよくわかんねえな、まあいいや、よくわかんねえよこのアプリ。はい、ワードツ。そうだね、柴田さんらしいね。またふわっちにログインできなくなってる。またふわっちがバグってるよ、ほら。ふわっち多いよな、バグ。またふわっちログインできないよ。なんだこれ。ふわっち重いね、最近ね。キャスやんないよ俺。キャスやんない。明日とつ予定ないよ。誰もない。っていうかファン少なくねえか、19人って。ファン19人って少なくね？なんだこのプッシュって。なんか繁華街だっつってたよ。岡山の事情わかんないんだけど、飲み屋街があるんでしょ。なんて言ってたっけ、なんて言ってたっけ社長。え、名前忘れたな。岡山の飲み屋街どこだっつったっけ。ことぶき町だっけ、なんだっけ。なんかあるよね。なんかあったよね。なんかその辺だっつってた。ただね、岡山駅からなんか路面電車に乗ったところだっつってたよ。岡山駅から歩いて30分ぐらいっつってた。柳町か？なんか路面電車で、オフィス街っつってたな。オフィス街だ。オフィス街にできたって言ってた。なんか路面電車で2駅とか行ってたな。うん。なんかオフィス街だって言ってたよ。柳町だっけ？誰か覚えてる人いる？うん。いや、嘘じゃないけど。セブンティーンでしょ。岡山大学の近くだったかな。ただまだ振り込まれてないんだよね、明日の新幹線代。釣られたのかな。ギャラ振り込まれてないんだけど。また釣られたの。ナックルズのライト記事書くっていうのと、AV の監督と、企業案件ことごとくバックレられてんだけど、ギャラ振り込まれてないから俺明日行けないんだけど。大丈夫かな。明日までに振り込まれなかったら俺新幹線代ないから行けないよ。え、でもさ、もともとの知り合いでそんなことするか？いやいやいや、今月中に振り込むっつって明日なはずだったけど。
大丈夫かな。ギャラとホテル代と交通費振り込んでおきますって言ってさっき確認したら1円も入ってなかったんだ。いや昨日連絡したから忘れられてないと思うけど、昨日連絡した、連絡は取れてるんだ。どうなんだろう。クロサギだった。チケットじゃなくて、いくらって言ってたっけな、ワンドリンク500円って言ってたよね。ワンドリンク500円、フードも500円っていう、なんか均一のバー、ワンコインバーみたいなところだから、チケットとかじゃないって言ってたよ。なんかそんな感じだったよね。安かったよね。普通の飲み屋で、その社長さんがオープンした飲み屋で、なんか2ヶ月だか3ヶ月経営してて。ギャラの値段は言えないけど。お店の名前は、まだ公表していいかどうかわかんないから、明日ミーティング、いや、明日行って、ミーティングして、そのどういうイベントでどういう放送するか、どういう告知をするか決めてから放送しましょうって言われてるから、まだ言えないんだよね。だからお店まだ言えないんだよね。なんて言ってたっけ。いやほらめんどくさいから。今日キツネ、明日ね岡山に行くんだよ。いや違う違う、だから段取りを決めようっていう話だった。岡山住み、あ、リアトツぜひ来てください。あの飲み屋でなんか岡山駅から30分で路面電車に2駅とか言ってたんで、飲み屋なんかオフィス街だっつってた。岡山リスナー全然リアトツ OK だよ。牡蠣大好きだけど怖えな。牡蠣大好きだけどノロウイルスかかったかんなこの前。え、電話してみる、電話してみる。あれ？え、でもなんか催促するのってよくなくない？なんか催促するの嫌じゃない？聞いてみるか、電話してみようか。電話してみっか。出ないね。出ないわ。出ないな。嘘でしょ。あ、かかってきた。あ、お疲れ様です。お疲れです。あ、今配信中なんですけど大丈夫ですか。
ああ、大丈夫ですよ。はい、大丈夫です。あ、はい。いや、明日でしたっけ？岡山行くのっあ、て。明日です。はい、間違いなく。あ、了解です。なんか、リスナーさんが、その件どうなった、どうなったって騒いでて、で、確認しなきゃと思って。いや、間違いなく大丈夫です。で、ちょっと遅れちゃったんですけど、は交い。通費の方は、送金済みなので、明日の、10時には反映されると思います。はい。あ、明日の10時、了解です。わかりました。で、一応明日私がちょっと日中仕事で、はい。バタバタしてるので、夕方の5時以降でしたら、はい。ずっと、迎えに行ったりとかいろいろできるので、はい。了解でです。きれば、もし、例えば夕方3時とかに、はおい。昼3時に着かれましたら、なんか配僕は信もうで、初めてですね。はい。まあ、配信であ、プラプラ岡して山ま意すよ。外とね、はい。意外とね、栄えてるんですよ。あ、そうなんですか？なんか、そうなんですよ。僕ももともと千葉県民なので、わざわざ成田ってかあれですもんね。成田です。房総の方ですもんね。そうですよね。そうですね、ヒューストン僕ともか。バチバチの千葉県、僕も房総県民なのでそうですよね。え、岡 山ね、栄えてるんですか？畑ばっかりとかなんか、そういうイメージなんですけど。駅前ね、むっちゃ栄えてるんですよ。マジっすか？で、結構その、またなんかこの配信中にことをオカルトの話して申し訳ないんですけど、結構フリーメイソンとか、フリーメイソンあるんです結構か？ゆかり、フリーメイソンとか、ほうほう。天皇の、が土地持ってたりとか、あ、岡山す結ご構いね、栄えてる。あ、岡山今めちゃ写くち真で見たんですけど、めちゃめちゃ栄えてますね。ゃ、いや、もうはっきり言って、もうめちゃくちゃ栄えてますね。え、こんな感じなんですか、岡山って。今、Google で岡検山索したらね、やばいっすね。で、結構その、まあ、文明開化といいますか、これ文明開化っす和洋ね。折衷な、和洋折衷なんですよ。洋食がメインなんですよ、しかも飯が。だから結構洋風だったりして、街も。結構おしゃれなんですよ。おしゃれですね。なんかニューヨークっぽいな、なんか。完全なんニュー。かね、そう、なんか、結構だから、もし早めに来ていただいて配信したら、もちろん皆さん楽しんでいただけるかなっていう感じもありますね。なるほど。了解です。え、なちるなみになんですけど、おほど。はい店はい。で、リスナーさんが、一緒に飲みたいって言って、そのお店に行きたいって言われてるんですよ。OK なんですか？あ、もう全然大丈夫です。何でしたっむけ？しろ、泊まりもいいですよ。うちでよければ、もう、家がまた大きいんです、うちが。え、なに？リスナーさんを止めるの？ あれ、全然だから、宿代もったいないじゃないですか。せっかくね、い遠や、方からいらっしゃって。まあ、違う違う、うちでよければ。僕は止めさせてもらうんですけど、違うんですよ。え、リスナーさんですよ。いや、いいですよ。リスナーさんも4人でも5人でも。家 13LDK ぐらいあるんいや、で。僕嫌なんですけど。はえ、何？ 13LDK？ え、なんですか？ そうなんです。家もだから配信していただいたらもう化け物みたいに大きいんで。え、ちょっと待ってください。社長さんの家って 13LDK なんですか？うちそうですね。大体そのぐらいですね。13LDK？ え、冗談ですそうよですね。ね。150、いや、150坪ぐらいですね。13LDK？ え、何を、え、本気で、でちょっ言っとてるんですもう。か？これがちょっといろいろわけあって本気なんですよ。13LDK って13部屋にリビングとダイニングとキッチン？ そうなんです。で、LDK60 畳ぐらい。本気で言ってるんですか？ネタじゃなくて。いや、それね、まあ、このまた配信していただいたら、それも、ネタになるかなと。わかりました。逆に。そんなに儲かってんすか、今。いや、それがね、それは、またね、泣ける話なんですよ。泣ける話？泣ける話なんです。ちょっといろいろあって、それちょっと教えてくださいよ。泣ける話？そうなんですよ。もともと、お医者さんのお家なんですよ。ほう。で、まあ、いろいろご家族が、まあ、なんというのかな、思い入れがあって、手放さずにいた家なんですよ。で、お嬢さんが2人いて、お嬢さんが神戸と東京に引っ越しちゃって、で、お父さんが要するにお医者さんやってて、で、だからその103、100、あ、150坪のうちの40坪ぐらいが病院なんですよ。え、病院なんですか？ だから病院というか、診療所っていうかね、診療所ですね、昔っていう。で、残り100坪ぐらいが普通の住宅なんですよ。で、思い入れがあって、ご家族がそれ手放さずにいたんですけど、やっぱお医者さんなのでかなり資産を残したってことで、
家の相続をそろそろしてくれと、はいはいはい。行政の方から。はい。で、ただ、家が大きいためにですね、うん。相続した瞬間に、固定資産税が高いじゃないですか、大きい家だああ、と。そうですね。はい。なので、相続した瞬間に逆に何千万か国に税金を納めなきゃいけないと。まあまあまあ、そうですね。はい。そうですね。で、かといって、やっぱりもう、築年数的にももう30年近い家なんで、もう結構古い家なので、はい。売りに出しても、多少しか儲からないでしょうと。はいはいはい。だからかといって2000万円税金を納めて、はい。それから例えば数千万円で売って、はい。どうこうってなってもあまりちょっと、まあ損しここまはす怖いね。し、一旦数千万払うのもきついじゃないですか。まあまあそうですね、急に。はい。そうなんですよ。急に。っていうことで、いろいろあって、はい。売るのか売らないのか、引き取ってもらうのかどうなのか考えてた最中だったんですよ。はいはいはい。で、私が福祉施設やってるっていうような話が、ちょっと共通の知人がいて、その持ち主と。はいはい。で、そこだから、うちがちょっとたまたまテナント探してて、はい。したら、そこじゃあ逆に貸してあげてくんないかと。ほうほうほう。いう話になったんですけど、むしろあげますと。福祉の施設で使うなら。っはい。ていうことで、あげますというのはあれですけど、本当非常に格安であげますと。もらったんですか？いや、もらってはない。一応、少額のお金を納めましたけど、ほう。相場よりもずっと安く、ちょっと、だから福祉施設に使うために譲っていただいたんですよ。なるほど。へえ、すごい。本当じゃあ診療に。所も残ってるんですか？残ってます、もそこで心霊配信やっていいんですか？電気真っいや、暗にして。僕結構そのスピリチュアル強いの で、はい、そうですよね。はい。そうそう、すぐわかるんですけど、それがね、いい雰囲気は非常にあるんですけど、残念ながらね、いないんですよ、悪いやつは。あ、悪いやついないんですか？いそなれ。いんあですよ。で、むしろね、かなりそのパワーがあるあ。はい土地はい。のようで、はい。裏にそびえ立つ、なんというんですかね、丘があるんですけど、はい。パワースポットかぐらいすごいんですよあ、ね。じゃあ運気が逆にいい感じなんですね、そ運こ気ね、ものすごくいいと思いますよ。は。あ、わかりました。あ、そうだそうだ。あと、お店にリア凸したいって一緒に飲みたいって言ってる方は、お店のもう名前言っ、全然大歓迎、大歓迎ですあね。の、お店の名前っていつのタイミングで言っていいのかなとか思って。ほら、住所とかお店に迷惑かける可能性があるんで、どうします？ほんまっすか、お店の名前も今は公開してもいいぐらいですよ。ただ痛電とか半端じゃなくきますよ。 マジっすか、はい、それはですね、確かに、じゃあ、それは、どうします？打ち合わせさせていただきましょうか。そうですよね。じゃあ、町の名前ぐらいにしときます？どこ集合みたいな、大体何いや、駅と多か。分ね、何駅かっつったら、確実に分かってしまうんですね。多分その町、その駅に、はい。そこしか多分バーと呼べるものはないので、なるほど、焼きなる鳥ほど。屋さんとかに、ね、あるんですけど、なるほど、その町にバーもがし1も、軒しかないんですね。アニメバーっつったら、しかもそこしかないので、なるほど。っていうようなどうとしまころしでござょいます。でも、リア凸あれですけど、う。はい。電話を今、多分そこ引いてないんじゃないかなとじゃあ気が大し丈ま夫ですけかど。ね。大丈夫ですかね。全然、じゃあ言っそうちゃですいね、まもすし電か。話していただいたら、逆に興味持ってたということで、真摯にはい。対応させていただけたらなというふうに思うんですけど。はい。ただ僕のリスナーすごい粘着質なんで気をつけてください。多分僕がお岡山にいる間電話鳴りっぱなしとか、なんか DM とか半端じゃなく来るんで、こいつは詐欺師だとか、こいつはおばあさんを騙したとか、俺のチンコの FC2 動画とかいっぱい送られてくるんで。っていうかもう全部知ってますもんね。だって僕がいや、僕は全て知ってるんで、生そう。主やる前からのも知り合いだから。はい。う、もうもちろん、そうなんです、そそうなんう、です。大丈夫なんです全け部ど。知ってますのでね、じゃあ、後で僕、ホームページ公開しちゃっていいですか？大丈夫ですよ。していただいて大丈夫。わかりました。じゃあ、明日夕方の5時に駅前に行くので、よろしくお願いします。お願いします。すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。失礼いたします。モラさん、5時に来ますか？いや、多分早めに行って、岡山を散策そうしでてすよね。る感じだと思います。はい。了解しました。もう全然逆に配信タイミング悪かったら、はい。例えば、3時に着いたとしても、6時に迎え来てとか、7時に迎え来てでも全然大丈夫なので。了解です。わかりましもう、た。本当、ワドさんの好きなタイミングで、お声かけいただければ、はい。迎え行けますので。あれですよね。僕の、ふわっちはダウンロードして見てる感じなんですか？
社長は。ふわっちはね、一時実はね、こそっと見てたんですよ。沖縄の回とかも見ましたし。ああ、そうだったんですね。そう、見てたんですけど、ちょっとね、最近忙しくてあんま見れてなくて。ああ、いや、一時ね、結構見てました、ね。今ダウンロードしてない感じなんですか？ふわっち今、は。ふわっちはね、ダウンロードはしてますね。してます。了な解のです。で、はい。明日、なんか、それポチってやってもらったら、あ、この辺にいるんだ、こいつってわかるんで。ああ、なるほど、なるほど。あ、そうです。でも結構じゃ、もう生で配信してる感じですね。もうずっと多分垂れ流してます、岡山で。ああ、ほんますか。ああ、それはいいですね。じゃあそれを追ってちょっと、とつります、僕も。よろしくお願いします。承知いたしました。それではすみません、失礼しま本当、す。お気をつけてお越しになってください。楽しみにしてます。よろしくお願いします。すみません、失礼いたします。失礼します。はーい。いや、昔からの知り合いなのよ。昔からの知り合いなの。じゃあ、バー公開する？バー公開する？いや、この人、年齢すごい近いんだけど、すごい成功してるんだよ。もう、なんか、事業、福祉事業だけでももう何十店舗もやってるし、不動産もやってるし。で、バーを趣味で始めたんだって。オッケー、バーがね、これですね。これがホームページだね。ヘイソって読むのかな？ワンコインバーカフェ。ヘイソ。な、ヘイ、ヘイソ？ヘイソで合ってんのかな？え、明日来る人いるの？明日来る人いるの？ここが、まあ、ドリンク見てみようか。ドリンク。あれ？あれ？ドリンク。あれ？あれ？何このホームページ。ドリ、あれ？フード？え？何これ？聞かないんだけど、クリック。何これ？あれ？え？何このページ。 ちょっと待って、どこも聞かないんだけど。 これリンク貼られてる？これ。トップページだけ？これまだ解説中でしょ、このページ。どういうこと？あ、あったあった。下の方にあるんだ。清てる橋だって。清てる橋。清てる橋。清てる橋ですね。清てる橋です。正規橋っていうの？正規橋ってわかる？みんな。正規橋。正規橋だって。いや、オープンはしてるんじゃないの？へそ。ここで柄悪いの？柄悪いの？食べログとかあんのかな、わかんない。いや、電話終わったところでしょ、今。明日岡山行くから。桃太郎。桃太郎って岡山だっけ？伝説。桃太郎。カー君とは最近会ってないよ。カー君はもうリスナー辞めるって言ってた。で、岡山で3泊して、その後大阪、名古屋って予定かな、今回は。っていうか、すごくない？ 13LDK って本当かな？ 13LDK だよ。13LDK って、俺ネタかと思ったの。でも、あの人嘘つく人じゃないのよ。のほほんとしてて。
岡山2泊か3泊すると思う。のんちゃん連れてかないよ。いや、わかんない。だから何泊するかはわかんない。へその社長さん、今話した電話した人が、へそのオーナーじゃない、社長さんか、が、13LDK なんだって。あ、マジで？騙されたら止まっていいの？多分騙すような人じゃないと思うけど。シャカとペコ連れてく？シャカとペコあえて連れてく？連れてく？シャカとペコ、旅に。ストレスかかるでしょ。あ、部屋の数だけ泊まるって面白い企画だね。でも田舎っつっても 13LDK ってすごくない？ 150 坪ってだって相当でかいぜ。なんだそれ。おー、あ、もしよかったら皆さんアイテムください。ちょっとアイテムよろしく。肩に乗せてく。ペコは飛んで逃げちゃうと思うよ。あ、民泊で15部屋か、すげえな。あ、まあ土地代が安いのか岡山は。なるほど。なんか面白い展開になってきたな。うまい話にはって俺は違うよ。あの別にうまい話じゃなくて、企業案件としてお店で放送をやってほしいってお願いされて OK ってなって、ただその後仕事の話もちょっとしたいって言われたの。仕事の話もちょっとしたいって。ね、豪邸だよね 13LDK っていうの。豪邸でしょ。でもその人、あの生主やる前っていうか、俺が逮捕される前、俺が社長だった頃、社長同士で知り合いだったんだけど、一回もビジネス組んだことなかったので、俺の知り合い同士はその人の従業員になったりとかしてたから、付き合いはずっとあったのよ。付き合いはずっとあったんだけど、正直言うとあのビジネス組んだことはなかったの。じゃあ診療所の方に止めるさせてもらう。診療所の方に俺が一泊するってどう？顔は知ってるよ、何回も会ってるよ。だからあの千葉県民で、もともとご実家の方にも何回も行ってるし。でもすごい成り上がり方してて、昔はハンコ屋さんだったの。あの、まあ多分話しても怒られないと思うけど、もともと俺が出会った時は町のハンコ屋さんだったの、その人。で、町のハンコ屋さんだったのよ。若手の20代でハンコ屋さんで起業して、で、そのハンコのサイトを作りたいと、お店の。あの、ハンコのその特殊な技術を持ってて、そのレアなハンコを作れるからって言って、ハンコをやってたんだけど、今じゃもう不動産とか社会福祉事業とかバーとか、もうバンバン手広くやってんの。俺はだからあの IT 系、それで出会ったこと、会ったこと何回もある。高いハンコじゃないの、それが格安で売ってたの。あのっていうのも、ハンコ業界の裏側全部教えてもらって、高いハンコとかの原価とかこんなもんですよ。だからそのなんつうの、高い象牙のハンコとかこれくらいで仕入れられて、だから価格破壊を起こしたいって言ってたの最初は。俺雇われじゃないよ。高いハンコを売りつけるんじゃなくて、価格破壊を業界で起こしたいっつって。そう、もともとそういう出会いだった。めちゃくちゃ儲けてんでしょ今。風つうか花粉だね。明日突然全然いいよ。多分昼間プラプラしてると思う。何時頃行く？岡山。ちょっとお小遣いちょうだいよ。
岡山お小遣いちょうだいよ。なんで今日花火全然くんないの。最近財布の紐固くねみんな。ハンコの革命児としてテレビ出たことある。あ、わかんない、テレビ出たことあるか。ハンコの革命児ちょっと検索してみるわ。ハンコの革命児、ハンコの革命児で検索したら出てくる。いや、データが出てこないけどな。ハンコの革命児で検索出てこないね。トツはお金必要。いや、だからバーの飲み代ぐらいあればいいんじゃん。ワンコインバーだから500円とか、フードも500円、飲み物全部500円って聞いてたよ。いや、もともとだから千葉の人なので、ここ数年で岡山とか関西でやってたの。風船ありがとう。パーは行きたくない。あ、リアトツはステッカー買ってくれたら嬉しいかも。ステッカー明日たんまり持ってくから。これが1枚1000円、これが1枚1000円で、でもし1000円も高いって言うんだったら500円のステッカーあるから、ちょっと待って、これが500円で売ってるから、まあステッカー買ってくれたら俺は嬉しいな。これが500円、ステゴロ2限定ステッカー、これあと100枚ぐらいで、こっちはまず在庫ある。これ1枚1000円、これ買ってください。これいっぱい持ってくんで、お金に余裕ある人はいっぱい買って。ステッカーいらない。初期ステッカーは黒が人気かな。これがすごい人気。これ。1枚5000円で全然いいよ。全然いいよ。よりめグッズは今だからステッカー3種類だけ。岡山県民、じゃあアンケート取ろうか。岡山県民アンケート取ろうか。何人ぐらいいるんだろう。通常アンケート、じゃあアンケートします。アンケート答えてください。岡山県民アンケートです。岡山県民の方、アンケート答えてください。岡山県民配信者多いの。岡山で有名な人なんかいる。はい、若津。岡山で有名な人聞いたことないけどな。誰かいるかな配信者で。岡山県民いるか、平田くん、やっこたけちゃん、わかんねえな。ご隠居さんいるのか。あ、ご隠居さんは岡山か。ご隠居さん会ってみたいな。ご隠居さんは知ってるわ。リナネコはどこだっけ。ヌートリアも聞いたことあんな。まあまあ、岡山リアトツやろう。岡山リアトツ。リナネコは愛媛か。全然違うね。じゃあアンケートの結果出します。アンケートの結果は岡山県民 55%。 嘘でしょこれ。岡山県民 55%、 本当に言ってんの。岡山県民多くねえか。
ビーズの稲葉さんって岡山なんだ。俺も岡山ってどこにあんのか知らなかったかな。でも岡山都会らしいよ。河本ひろとも岡山なんだ。結構芸能人多いね、有名人。っていうか配信者で岡山配信とかあんま見ないよね。河本ひろとも岡山か。静岡県民か。水道橋博士って岡山なんだ。小田切城も岡山。めちゃめちゃ多くない？岡山。兵庫の隣か。楽しみだな。広島と兵庫の間か。っていうことは。ブルゾン・ジェイミーも岡山なんだ。めちゃめちゃ多いじゃん。しかもイケメン多くないか、藤木直人と。すげえな。広末涼子も岡山。なんか美人美女多くない？辰吉丈一郎岡山多くない？蜂蜜二郎もそうなんだ。何これ、すごいな岡山。すごいね岡山。アンジェラ・アキ能年もすごいね。何これ、こんなに何芸能界席巻してんの。岡山って何、美男美女ばっかりなのかな。西新宿の小田切城が吠えるな。西新宿のジュノンボーイが。ちょっと岡山県民と俺どっちがイケメンか、ちょっとリアトツバトルだな。西新宿の小田切城が、うーにゃーにゃーにゃーギャーツビー。いや大都会岡山で検索したよ、びっくりしたよ。俺岡山って畑だと思ってたの。岡山みんな知ってる？どんなところか。どこにあんのどこにあんのっつって、森しかねえんだろうって思ったの。俺びっくりしたよさっき。岡山見たことある？岡山の街並み引くよ多分。さっき社長さんも言ってたけど、都会っすよっつって。岡山こんな都会なのって思ったもん。行くよ、ビビんなよみんな。岡山の実態見せてやるよ。これが岡山だから。これ岡山の夜景半端じゃないから。山があるでしょ、山があって、こうビルの高層ビルから、いやビビるでしょ岡山。俺これ見てビビったもん。明日ここ行こうよ、明日ここ。いやこれ本当でしょ岡山。ニューヨークでしょ、ニューヨーク。岡山行こうぜ、超テンション上がるわ。これ岡山でも田舎の方なんだこれ。あ、今のはきびだんごタワーって言うんだって。あ、これきびだんごタワーって言うんだ。これの名前ね教えてくれなかったんだよ誰も。これがきびだんごタワーって言うんだ。これタワーじゃなくてもはやキャッスルでしょ。ここに鬼がいるんだろうね。ここに鬼がいるんだろうね。これが有名なきびだんごタワーか。初めて知った名前。きびだんごタワーか。これ50年前の岡山なの。マジかよ。GHQ もびっくりするだろ。すげえな。いや岡山行きたいでしょ。付き合ってください。ダメです、花火が一発しか飛んでないのでダメです。そんな余裕ありません。花火ください。アイテムちょうだい、アイテム。そのマジで今日さ1時間半喋って花火一発はきついって。みんな頼むよ、力貸してよ。
あ、ウェブマネーしか使えないよ。ビットコイン、もしかしてビットコイン普及率ナンバーワンとかじゃないの？ビットコイン普及率。え、小島グランプリ結婚したの？昨日花火上がってねえよ。一昨日はやばかったね。一昨日はノルマ達成できた。配信者時給あれですよ。もうひどいことになってますよ。うん、ダメですかっていうか、付き合う、俺と付き合っても不幸になるだけだからおすすめしてないね。明日確定申告一緒に行かないよ。なんで突して確定申告行くんだよ、リスナーと。頭おかしいでしょ。うん、岡山美人多いんだ。へえ。え、でもあれでしょ、ちょっとしたところでしょ、田舎特有のさ、駅前だけビルがある感じじゃないの？よくあるじゃん、知ってる？なんか田舎あるあるなんだけど、俺仙台とかびっくりするんだけど、歩いて10分圏内すっげえ栄えてんだけど、もう10分後超えたらなんか畑とかなの。あれびっくりしない？田舎あるある。駅前がすげえ高層ビル群で、10分歩いたらなんかあれみたいな、ハリボテみたいな。あれびっくりしない？じゃあ俺と付き合いたい人トツかけてきて、電話で審査するわ。電話で決める。俺と付き合いたい人電話かけてきて。のんちゃん今いない。駅は顔だからね。いやだから電話かけてきなよ。あのリスナーが決めるから。うちはあの和道の嫁はリスナーが決めるんだよ。成田はだって別に都会じゃない、ビルなんかないもん。年上じゃないですよじゃなくて、電話かけておいで。成田はそもそも都市じゃないから。成田は普通の駅だから。倉敷、倉敷ってどこにあるんだろう。岡山にあるの倉敷って。倉敷って聞いたことあるな。倉敷って聞いたことあるな。倉敷はどの辺だ。岡山、倉敷、岡山駅から近いのかな。いやだから夕方の6時か5時に集合だから、もし車出して案内してくれる人がいたらすげえ助かるんだけどな。なんか岡山ツアーやってくれたら、リスナーさんが。倉敷いいとこなんだ。車で30分ぐらいなんだ。これ車種だよ。俺の LINE がここに書いてあるから、 LINE かけてきて。トツの仕方、 LINE は持ってるでしょ。これに電話かけてきたらいい。俺の LINE 登録したい人はあの登録してください。この URL クリックしたら LINE だから。ジーパンもう買ったよ。いや花火上がってよ、ちょっと苦しいよ、頼むよ。花火師さんどこ行ったんだよ。花火師どこ行った。花火師岡山マスカットがうまいの。もういろいろ教えて。岡山駅着いたら。岡山って片道いくら。岡山、ていうか俺生まれて初めて新幹線乗るんだけど。生まれて初めて新幹線乗る。何新幹線に乗ればいいの。新幹線って何乗ればいいの。品川から乗んの。え、あれなんかどう、何乗るっつったっけ。品川から
1万7000円もすんの、片道。高くない？ 1 万7000円？何これ、こんな高いの？こんなに高いの？高くない？高くない？なんか安いのないの？品川。高っ。新幹線乗ったことないんだよね。1万7500円もすんの？夜行バスなら5000円ぐらいなら夜行バス行かない？夜行バス、ちょっと待って、ギャラが減るの嫌なんだけど。鈍行で行ったら高いじゃん。飛行機の方が安い。岡山空港？夜行バスは安いんだ。バスきついよね。成田まで行って格安航空は安いんだ。青春18切符、鈍行で岡山とかないでしょ。お疲れ様です。ヒッチハイク、やだよ。やだよ。風船ありがとう。いや、無理無理無理。新幹線ってこんな高いの？どうしよう。こんなに高いと思ってなかったんだけど。もっと安いと思ってたわ。ちょっと、なんか他にないの？安いやつない？他に。花火は何発あげたらだ。花火は何発あげたらって何？夜行バスが、夜行バスってもう今から取れなくない？花火師は花火何発から？まあ、1ヶ月10万ぐらい貢いだら花火師なんじゃないの？わかんないけど。100発？ 100 発ぐらいだったらみんな花火師って認めるでしょ。そんなもんじゃないの？夜行バスまだ取れる？でも人生初のちょっと、やっぱね、新幹線は体験したいかな。帰り夜行バスでもいいんだ。新幹線体験しようよ。ちょっと。もう楽しみだから、新幹線。何で行くのが安いんだろう。グリーン車が快適？グリーン車は高いの？じゃあ、俺、新幹線乗ったことないから値段とかわかんないんだよ。何がいいの？グリーン車はいくらで乗れんの？1万6000円か。熱海のオークション。いいね、熱海ね。グリーン車おしぼりが出るんだ。グリーン車の方が料金割高なのかな？まあ、いいか。グリーン車は値段いくらになるの？俺乗ったことないんだよね。だから俺成田だもん。新宿はただ仮の住まいだから。花火師何人いるんだろう。今3人。3人かな。3人。2人か3人。でもうちはね、課金を普通にしてくれる主婦勢が多いから、主婦勢大事にしていきたいね。
主婦で結構ポチポチ投げてくれる花火師さんは、なんか本ちゃんの花火師さんじゃなくて、主婦花火師は結構いる、10人ぐらいいるから。いや、だから乗ったことないっつってんじゃん、かわいそうも何も。みんなあるの？修学旅行の時バスだったね。え、みんなあるんだ。京都行った時何だったかな？バスだったな。こんばんは。京都はバスだった。バッテリーの充電とかやんないとな。岡山に、なんか旅配信ワクワクすんな。いや、だからなんつうの、貸し切りバスみたいなのを学校で借りて、で、バス6台とかで移動してたよ。学校の校庭にもうバスがいた、成田は。で、京都までそのままバスでブーンって行くの。で、歌うの、みんなで。おっかおこえ行こうよーって。キツネやってるよっす。そんな感じだったね、成田の修学旅行は。バスの、こういうマイクあるじゃん。こうやってやるやつ。あれで歌うの。いやいや、ほんとだよ。バスで修学旅行とかあるよね。バスで修学旅行あるでしょ。ない？新幹線なんか乗らなかったよ。だって成田から京都あるよね。ない？新幹線なんか乗ってないと思うけど。バスだったよ。中学校だった。バス普通だよね。そうね、今から皆さんに殺し合いをしてもらいますって言ってね。 そうだよ、バトルロワイヤルバスじゃん。そうだよ、バトルロワイヤルの映画ってバスじゃん。あんな感じだったよ、朝起きたら。それじゃあ今から皆さんに殺し合いしてもらいますって。そうだよ、あの映画もバスじゃん。ねえ、中学校でバス普通だと思ってたんだけど。飛行機で行ったんだ。バスじゃなかったかな。新幹線なんか乗ってねえぞ。バスで何時間かかった？いや、5時間ぐらいかかったイメージあったけど、それくらいじゃなかったかな。いやいや、自然学級とかの間違えてない。間違えてないよ。夜行バス3000円？でもさ、新幹線乗りたくない？せっかく、なんか俺、うなちゃんマンみたいになりたいじゃん。俺も新幹線乗ってもいいでしょ、そろそろ。もう配信5年目だよ。俺も頑張ってきたじゃん。ダメ？いや、俺普段だったら夜行バス選ぶよ。でもさ、ヒカルくんとかさ、みんな新幹線乗るんだよ。荒野とかも乗るんだよ。俺もそろそろいいでしょ？もう5年間頑張ってきたじゃん。もうやだよ、夜行バス。いいじゃん。帰りはバスにするから。新幹線で写メ撮りたい、俺。新幹線写メ撮りたい。俺も窓際でこうやってやってる、こっちから撮りたい。あれやりたいの。いや、バスきついよ。いや、もうバス嫌だって。腰痛くなるし寝れねえしさ。いや、交通費出してもらえるんだよ。そう。新幹線タバコ吸えんの？いいじゃん、たまには。ちょっとたまにはいいじゃないですか。
頼むよ、新幹線乗せてよ。バス顔ってやめて。やだやだ、もう自転車とか歩きとかもうやだ、ヒッチハイクとか。 お前らヒッチハイクやったことないから知らねえんだろ。18時間こうやってやってんのマジきついかんね。18時間こうやってやったんだよ。もうほんと心折れるから無理だよ。無理無理無理。やったことあるよ。きつかったよ。段ボールこうやってやって無理だった。新幹線はこだまより光の方がいいの。もう勘弁してよ、新幹線乗せてよ。なんでうちのリスナーこんなに厳しいの。他の人たち、新幹線乗りなよ疲れちゃうよって花火上げてるじゃん。なんで俺だけさ、企業案件でさ新幹線乗っていいって言われてんのになんでダメだっていうの。なんでうちのリスナーだけこんな感じなの。おかしいでしょ。他のところはさ、いや疲れちゃうから新幹線乗りなよって花火上げてるじゃん。じゃあ明日の予定間に合わないよ、自転車で行ったら。ちょっと、とりあえず充電するわ、明日の配信のために。明日の配信のために充電する。バッテリー和道バッテリーあるから、ここに和道バッテリー。本当に厳しいよな、うちのリスナーは。なんでこんな冷たいんだろう。スケボーで行かないよ歩くより遅いわ。岡山って暑いの寒いの。のぞみ？のぞみ。のぞみが安いの？のぞみ値段いくらよ？のぞみの方が安いの？のぞみ。値段いくら？値段書いてないな。値段は変わらないんだ。のぞみの方が光より高いの。パスポートなんか持ってないよ俺。16,300円。グリーン車23,000円。無理だよ無理だよこんなの。自由席にするわ。アメリカ人岡山県民なんだ。
ひな中卓球部でしょ。ダンボールの中こうやってパカってやった。ありがとう !255 号さん、ファンタスティックありがとう、ありがとう、ファンタスティックありがとう、ありがとうございます、ありがとう、わお、ありがとうございます、ありがとう、やった、ありがとう、ありがとう、ファンタスティック2発目ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、あざーす、ありがとう、ファンタスティック3発目ありがとう、ありがとう、やった、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ファンタスティック30発もらった一気に、ありがとう、あざーす、ありがとう、あざーす、ざまあ、夜行バスなんか乗らねえよ、乗らねえよ、俺和道だから。やったぜ、ありがとうございます、超嬉しい、ありがとう、ざまあ、アンチざまあ、いいじゃん、乗せてよ、乗せてよ、うん、動向開くよ。今アドレナリンドッブワーって出たから、ドッブワーって。のんちゃん投げてないよ。っていうかね、みんなね、ノリコが投げてる、ノリコが投げてるって言ってるけど、ノリコ昔からそんなに投げてないよ。なんかね、ノリコが投げてるイメージついてるけど、ノリコそんなに投げてないよ。なんなら。みんなノリコが投げてるって言ってるけど、ノリコ投げてねえから、そんなに。ノリコはレッツノート買ってくれたりとか、どちらかっていうとリアルに投げてくれてる。いやだから帰りはバスにするって、帰りはバスにするから、うん、帰りはバスにする。ちょっと待って、ちょっと高級ジュース買ってきていい？ちょっと気持ちよくなってきたから、ちょっとモンスターエナジードリンク買ってきてもいいですか？ちょ、今日はいいね、嬉しいわ。モンスターエナジードリンク買ってくるわ。イエーイ、パーティーパーティー、モンエナモンエナ、わかったよ、お茶にするよ、わかったよ、お茶にするよ、たまにはジュースぐらいいいじゃん、わかったよ、お茶にするよ、なんでモンスターエナジーぐらい飲んでもいいじゃん、なんでこんなに厳しいの、ジュース一本ぐらいいいじゃん、たまには。分かったよ、お茶にするよ。いや、水道水でお茶作ってくるよ。なんだよ、なんで俺だけこんなんなんだよ。
エナジードリンク作ってきたわ。エナジードリンク作ってきたわ。ジュースぐらいいいじゃん。ジュースぐらい飲ませてよ、たまには。うん、くそ、若手は100万稼いでんだよ今。若手は分かったよ、無駄遣いしないよ、うん、年寄りの言うこと聞くよ、年寄りの。え、じゃあさ、ちょっと待って、悔しいからさ、ちょっと待って、なんか負けた気になる、頭きた、やっぱ買おう。なんかみつぼらしいからやだ。いや、みつぼらしいからやだ。こうする。ちょっと待って、なんかあいついつも水道水飲んでるって思われたらやだから、ちょっと待って、なんかイメージダウンになるから、なんか荒野とかにまた舐められんの嫌なんだよ。もう和道さん水道水ばっかり飲んでますねとか言われるから、こうしたらバレないでしょ、うん、気分だけでもさ。なんか俺の放送ホタルの墓みたいになってきたな、大丈夫かな、うん、いや雑菌だらけでも見え張りたいじゃん。はい、 KP KP いただきます。 KP、 やっぱモンスターいいな、やっぱモンスターだよ。なんかでも気持ち変わるね、気分変わるなこれ、うん、テロップ変えないよ、なんで、うん、花火の目標数テロップ変えたよ、テロップ変えたよね、39発に減ってるじゃん、減ってるよ、うん、減ってる、うん、いや、緑茶の方がカフェイン多いんだよ、うん、なんかあの知ってない人多いと思うけど、抹茶が入ってたりとか緑茶ってカフェインめちゃめちゃ多いから、あのコーヒーよりもね、日本人ってカフェイン耐性強いんだよ、西洋人よりもカフェイン耐性強いの、意外と知らないんだよね、日本人は緑茶でカフェイン取りまくってるからね。いや、岡山行くって、何もしないとか言わないで、悲しくなるから。緑茶美味しいよ、緑茶美味しいよ、普通に美味しいよ。あ、ペットボトル入れはカフェイン少ないんだ、知らなかったわ、へえ、うん、そうなんだ。岡山でなんか名産とかあるの？いや、パチ屋は行かないよ、普通に外配信いっぱいやる、せっかくだから。はい、こんばんは。岡山何が有名なんだろうな、食い物と。マスカットが有名なんだ、うん、きびだんごか、まあなんかいろいろありそうだよね。デミカツって何？デミグラスソースカツ丼。うん、海保は連れてかないよ。無駄遣いしないよ。
でもね、昨日ね、のんちゃんにジーパン買ってあげた。ありがとうね、みんな。のんちゃんにプレゼント買ってあげられたよ、みんなのおかげで。のんちゃんすごい喜んでた。ありがとう。一人一人。のりこに501買ってあげた。無駄遣いではなくない？別に。のんちゃんにだってプレゼントとか買ったことないんだから。一人で行くよ。岡山の目的は企業案件。バーで、社長さんがバーで、オープンしたから、そこで放送してほしいって言われて。うん。のんちゃんのジーパン別にいいでしょ。のんちゃんが501が良かったって。3本4本ぐらい履いて。で、メンズの501選んでたよ。503が有名なの、エドウィンだよ。泊まるところはね、社長の家で、13LDK だって。 13LDK の社長のご自宅にお泊まりすることになった。ピンクカリーがあるの。いや、なんかその広告効果を狙ってるわけじゃなくて、なんか仕事の相談がしたいって言われてんの。仕事の相談が。だから本ちゃんはそこで配信するのはメインじゃなくて、ちょっと相談したいことがあるって言われたの。いや、2泊か3泊して大阪名古屋って送ってもらう。で、名古屋からはフリー。だから、香川さんのバー行きたいなとか思ってんだけどね。そう、なんか相談があるって言われた。仕事の件で。それは、会って話したいって言われた。シャカとペカはのんちゃんが見るよ。東京にお店出したいとかもあるかもしんない。わかんない。それ内容は。実はね、小川祐希さんと会った2ヶ月前に、実はキャスバーで飲んでたじゃん、小川さんと。あの時に、その社長さんが来てたの、配信外で。で、久々30分ぐらい話して。で、その時何年ぶりに会ったかな？もう5年ぶりぐらいに会ったね。5年ぶりぐらいに会った。香川さん会ったことない、俺は。仲いいとかじゃなくて、俺からすると大先輩だから。うん。ちゃんま会わないと思うよ、俺に。相手にしないでしょ。いや、すごい不思議な縁だよ。だって配信やる前の人だから。配信やる前に出会ってた社長さんだから。いやいやいや、いいのいいの。香川さん会ったことあるかな、俺。ないと思うよ。香川さん会ったことないね、多分。あ、ある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 。だいぶ前なんだけど、石川紀之と、香川さんと野田総理とクニーデップとかが座談会やってたの知ってる？ニコバーで。座談会やってたの覚えてる？あるわ、一回会ったこと。香川さんめちゃめちゃいい人だったわ。で、あ、いいよいいよ、LINE して。っていうか14号さんが誰だか知らないから、14号だよって LINE 今送ってほしい。誰だか分かってないから。LINE ちょうだい？ 14 号。今日花火いっぱいもらったから。その時に俺コンドーム被って行ったんだよ、ドカソの頃。超ドカソだった頃。そしたら香川さんが呼んでくれたの。あの子生主でしょって言って。そうねえ、懐かしいよね、うん、いや、だから花火を投げるのじゃなくてビジネスでつながりたいんでしょ。だから企業案件でギャラ振り込むって言ってんでしょ。だからその花火でつながるんじゃなくて、花火でつながるって距離を置くってことじゃん。そうじゃなくて、ほら X さんみたいにシルバー一緒に事業を起こそうとか、そういうつながりたくて一緒に金儲けようぜっていうタイプの人もいるから。うん、明日今度もかぶんなよ、うん、ギャラは言えないよ、いくらかは。ギャラは言えない。でも交通費、宿泊代とプラスギャラ分ぐらいをもらってますよ。ギャラは言えないよ。そんなの企業案件なくなっちゃうから。ギャラは間違いなくいただいてますよ。人によるし内容による。企業案件ね、ちょいちょい入ってきたね。ありがたいよね。うん。俺値段言わないよ。俺値段言ってない。こういうの値段言わないもん。質
礼じゃん。ありがたいよね。のんちゃん今日いないね。のんちゃん朝起きたらいなかった。立ち悪いどころかドクリーンだよ、その人ドクリーン。60以上そういうのやめてそういうのはタヌキで書いてそういうのはやりづらくなるから、喋りづらくなるから、60以上ちょっと気使って。あなたの洞察力はなかなかいい線いってるから、そういうのは雑談タヌキで書いてそう、そういうのはあと2時間喋りづらくなるから、なかなかいい洞察力だったよ説得力が半端じゃないこいつ頭いいのんちゃんの声聞きたかった、うん、こんばんは。風船ありがとう、アイテムありがとう、ありがとうございます。あれテル？ふーってテルかな。和道さん IQ いくつ？俺ね、トータル IQ って言ってみんなが言ってる平均 IQ っていうのは81しかないのだけど、普通の人がウェブとかでやる図形とかの IQ テストは140とかな。だから、医学用の検査でやると平均 IQ81 っていう、もう知的障害ギリギリなんだけど、みんながウェブとかでやるさ、図形の三角はどれが、どれと類似してるかみたいなのは IQ140 ぐらいある。いや別に気悪くしてないよ、うん、バー関係の店じゃないよ。その人は不動産屋とか福祉事業とかをやってて、で新しくバーをオープンしたからそこで放送やってほしいっていう依頼ね。でちょっとそのなんか相談したいことがあるっていう。そうモンスターいいでしょ。ねえモンスター美味しいよね。KP KP。美味しいよね。体には悪いだろうけど。明日何時に出ようかな。デカビタもうまいよね。明日何時に出ようかな。どうすっか。まあ朝方出て昼に向こう着いてっていう流れがいいんじゃないかな。新幹線で3時間ぐらいでしょ多分。いや楽しみだな。ワクワクすんな。楽しみだね。岡山のリスナーさんにも会うのね。地方の人ってめちゃめちゃ人がいい人多いからみんな優しいんだよ。待ち合わせで夕方5時だけど別に6時でも何時でもいいっすよって言ってた。寝ていくよ。寝ていく。いやヤクザに挨拶とかないんじゃない。わかんないけど、うん、そういうのは別にないんじゃないの。うん、ありがとう179号さん花火ありがとう、ありがとう。 お久しぶりです。誰だろう。ちょっと今見てみるね。誰かな。おお久しぶり。元気だった。楽しんでってね。ありがとうございます。花火、うん、いや詐欺師ナンバーワンやめて、
お昼に出たらまあ5時に間に合うけど、ちょっと配信やりたいよね、岡山で。いや、どうなんだろうね。 13LDK ってなんだそれって感じだよね。 13LDK って聞いたことないよな。廃墟だったら面白い。それはそれで面白くない？爆笑できる。そういうの好きだよ。岡山配信、岡山行ったことないところに行くのすごい好きだから、すげえ楽しみだね。布団とこある？ワクワクするよね。岡山明日行く。あ、危ない危ない。Wi-Fi 契約してよかったね。うん。岡山企業案件、うん、望みで行くかどうかはまだ決めてないけど、新幹線で行こうかなと思って、うん、楽しみだよ。本当ね、バーがオープンして、あのそこのバーで配信やるっていう感じだ。お店の宣伝かな、簡単に言うと。駅弁ありがとう。クール花火ありがとう。ありがとう、駅弁もいただきます。ありがとうございます。ありがとうね、花火、クール花火、サンキュー、あざーす。生まれて初めての新幹線にドキドキする。早いんだろうな、早いんだろうな、新幹線楽しみだな。すげえワクワクする。パチパチありがとう。一人だよ、一人一人。快速ぐらいの速さ、そんなに速いわけじゃないんだ。 G がすごいの。そうなの、 G 感じるの、新幹線って。ベルトとかつけて、ちょっとペコと釈迦出していい？今日まだあの遊んであげてないから、ペコと釈迦出すわ。ペコ釈迦、おはよう、おはよう、はいはい、おいで、遊ぼう。
おいで。ああ、つがいになったの。おいで。二人ともおいで。おいで。遊びおいで。シャカとペコがすげえ仲いいね。あれ？のんちゃんだ。ちょうど来た。のんちゃんおはよう。おはよう。朝起きたらいなかったからびっくりしたよ。そういう時さ、俺寝てる時覚えてないから LINE 入れといてよ。帰ったよとか。今シャカとペコ出したから遊んであげて。うん。別荘の温泉に一度新幹線で遊びに来い。え、別荘持ってんの？それいいな。2時間半で着くんだ。早っ。岡山で時間どれくらい？岡山には2日間ぐらいいると思う。だから配信で、お店で配信してる時、そのお店にリアトツ OK だよ。ビールとかも込みで、全部ドリンクが500円均一で、フードも500円だって言ってた。うん、だからもし岡山で一緒に飲みたい人いたら来てください。のんちゃんペコと社会よろしくね。明日行ってくるから。シャカはもう結構年なんだ。うん。ストレス大事に育てないから。もう全然いいよ、飲みに来て。もちろんもちろん。いや、500円安いと思うよ。東京だったら、まあまあ、格安居酒屋とか発泡酒とかに比べたらね、400円とか350円とかもあるから。まあまあ、でも、バーで500円って別に、なんだろう、ドリンク3杯飲んでつまみ2個だったら2500円でしょ。まあ普通に安いと思うけど、どうなんだろう。激安ってわけじゃないけどね。大型チェーンじゃなくて個人店で500円だったら頑張ってる方だと思うよ。飲み屋のクオリティはわからないよ、行ってみないと。だって仕事で行くんだもん。自分の企画で自分で金出すんだったらいいけどさ、うん、無理だよ。私から和道さん見た感じ偽善者にしか見えないんですけれども、私の撮り方なんですかね。失礼だよ。うるせえよ。なんだ偽善者って。うるせえよ。悪党だよ。俺は酒作んないよ。俺は酒作んないよ。なんだいきなり誰だか分かんないやつに偽善者とか言われて、ふざけんじゃねえよ。なんで偽善者とか言われないといけねえんだよ。気分悪いだろ。なんだそれ。見る目があるとか正解とかやめろや。なんかいきなり知らない人に偽善者とか言われたら腹立つだろ。うるせえ、悪党だよ。小悪党だよ、小悪党。のんちゃんジーパン履いてる？見て見て、見せて見せて。のんちゃん昨日買ったジーパン履いてくれたって。じゃあ見せて、こっち来て。のりこ、のりこの501かっこいいじゃん。後ろ向いて。あ、いいじゃん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 。で、何？ボタン外してる。なんでボタン外してんの？で、のんちゃん硬いでしょ。今がチャンスだからやり方教えてあげる。来て、ちょっと待って。のんちゃん今がすごい大事な時期のジーパン育てんの。ボタンつけて、ああ、おいでおいで。ペコペコ。シャカはそっち。はい、ちょっと見せて。で、上まで上げるから。で、グーって踏み込んで、スクワットして、こううんこ座りして。で、その時にシワができるでしょ。ここのシワとかをこう、ここをタグし寄せたりして、このシワをガッチリつけるの、こう折って。つけたいところに。そうそうそう。そうすると、こうやってわかる。蜂の巣って言って、こういう風になるの、うん、これがかっこよくなるの。この足の裏のこことか、うん、これをいっぱいつけな、今、うん、で、それをあぐらかいたりとか座るときに、どんどんシワをつけるの、つけたいところに。だから ここにつけたかったらこうやってやって、俺はここにいっぱいつけてるの、こうやって硬いうちにしかできないから、うん、
最初が大事だから。そうとか座ってる時にここが大事。こことか。そうでボタンとかもずれないようにちゃんと自分の形に合わせる。そうすると自分の形になるから座ってる時もあぐらかいて。いやジーパン育てんの大事だもん。今一番大事な時期だから。買ったばっかりの時は一番大事なジーパン。あれはメンズのジーパン。外泊の時っていうかのんちゃん殻付きの餌あげてるけどのんちゃんが見てくれるから水と全部変えてくれるだから大丈夫だよ。いや出たくなかったら出たくないんだよ。無理しなくていいよ。エヴァ仕様の新幹線あんの、うん、あ、いいんだよいいんだよ。自分なりのシワがつくっていうのがジーパンの面白いところだから。まず値段で決めるんじゃなくて材質値段で決める前にまずお客さんまずねジーパンっていうのは洗ってるか洗ってないかがあんので、今のジーパンって加工がされてるの。ダメージジーンズみたいなの売ってるじゃん。俺がおすすめなのはまずノンウォッシュって言って洗ってないジーパンを買う。そうするとこういうインディコブルーって言って濃いブルーなの。濃いブルーオッケーで洗ってないやつカッチカチで硬いで一番重要なのは綿100硬いから重たい道着みたいな剣道着とか柔道着みたいなカッチカチのやつね。これを買う。綿100の綿100でノンウォッシュのジーパンくださいって。だいたい2万円かな。リーバイスだとのんちゃんの501ってやつは中国製だと1万2000円で、今アメリカの限定品が出てるからそれ買うと2万円いかないぐらいで、それをもう履き込むの。そうするとだんだん柔らかくなってくる。頻度は臭くなったら洗うっていうかなんだけど、俺は最初ノンウォッシュは最初の形作りが大事だから1年から半年は最初は洗わない。大事に履く。で傷がついたり形が整ったら洗って柔らかくするの。俺は今回糊落としてない。こっちはね糊落としたんだけど、2本目と3本目はノンウォッシュでやってる。糊落としてない。要はその糊のトゲを出してる感じだね。あ、だから影干しだね。影干していうかジーパンはもともと洗わないから、干すの。干して太陽の影干しすんの。なんでかっていうと綿100以外に出てるストレッチジーンズっていうのはポリエステルって言って、簡単に言うとゴムが入ってんの。だからそのゴムがこうやって毛羽立つでしょ。柔らかいジーンズのやつこうやってピンピン毛羽立っていかない。すぐダメになるの。だからね多分2年ぐらいしか持たないのよ。ピン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 跳ねていかない、こうゴムが。でそれ引っ張るとゴムになってんのよ。それポリエステルっていうのね。持たない。直射日光はやめた方がいいね、うん、裏返して洗う。そうそうそう。で洗剤も使わない。あ、いいよ。じゃあ遊びたくないんだよ。閉めてあげて。それも味。じゃあ分かった。ちょっと待ってね。見せようか。要は育てるっていうのはどういうことかっていうと、こういうこと。こういうふうにその折れたところが白くなってくのよ。これはいい育て方。これは蜂の巣って呼ばれてるんだけど、わかる？こういうふうにその最初は統一されてるカラーなんだけど、だん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 このさっきのんちゃんに言ったのこれのことで、シワがかっこいいの。わかる？シワを出して
あのそのシワになった部分が白毛羽立ってくるので、これを楽しむのジーパンって。でまあ俺の黒のジーパンだったらこういう風になるのよ。破れたジーパンは好きじゃないから俺はリペア出したね。要は綺麗にしてる。こういう風にあのこういうのを楽しむっていう。でもこういう風なのってもう5年とか履かないとできないのよ。で、あの洗濯すればするほど色が落ちちゃうのね。だから真っ白なジーパンとか洗いすぎてるジーパンの、それが好きな人はそれにすればいい。この色から3回洗ったらこうなっちゃう。そう。だからそれは好みなの。だから今こういうやつ売ってるでしょ。最初の色がこれでこれくらいの色とか売ってるじゃん。あと真っ白なやつとかさ。それはもう自分の好みだから、育てるっていうのはそういうことなの。だから自分の形ができるから、自分の膝の形とか自分のシワの形とかができんのがジーパン好きにはたまんない。楽しいよジーパン育てんのは。最初からね、なんかダメージが入ってるやつはねすぐ破けちゃう。そう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 。要はあのサンダーでウィーンとか言ってヤスリかけたりして加工してるから、要は破けやすくなってるから俺はあんま好きじゃないの。こういうジーパンとかいいになるじゃん。こういうのかっこよくない？洗剤は絶対ダメ。普通の洗剤で洗ったらもうダメ、うん、リペアはね、俺股の部分が破けかけてたから出したら1500円だった。でポケットの修復が500円だったね。パフェありがとう。洗剤は絶対ダメ。ジーパンは俺は1ヶ月に1回お湯で洗うって感じだね。俺はな、もう好みよ。例えばもう真っ白にしたい人はわざと洗剤入れてゴシゴシ洗う人もいれば、あのダメージをつけたい人はたわしで洗うの。だからもう好みなの。もうわざと履いて水の中お風呂に使ってたわしでゴシゴシやる人とかいるの。インディコブルーはなんでああいう色をしてるか知ってますか？お、いやわかんないけど。綿100は長く履けますよ。でハンガーにかけたり畳むとダメージになっちゃうから、俺はこうやって吊るしてる。フックにこういう風に吊るすっていうやり方してるね。短いジーパンあるでしょ。でもシワはつかないよ短いジーパンは。やっぱ定番買った方がいいよ。へえ、蚊よけなんだ。ヘビよけなんだ。へえ。あ、いや今のは俺は3本しか持ってないで、来月4本目買おうと思ってる。5011本買おうと思ってる。今のジーパンもまだ育ててる最中。これとかでもこれだいぶ蜂の巣出てきたよ。ほらここに出てきてるでしょ。これはちょうど1年ぐらい履いてるんだけど、ここに出てんの分かる？ほら、これがこの線のところが白くなってくの。うっすら出てきたね。まだまだ履き込まないと。へえ、そうなんだ。10万の501、母ちゃんに洗剤で洗われた発狂。最悪。ババアはそういうことやんだよね。母親は大体そういうことやんだよ。これジーパン好きあるあるだよね。臭いわよっつって、洗わないとダメよっつってババアが大体やらかすんだよ。T シャツは俺は別に、あの生地が合ってれば俺は別に何でもいいと思って、特に今あの T シャツにこだわりはない。昔は BVD よく着てたけどね。そりゃ10万の501母ちゃんにやらわれたら発狂するよな。勝手にね。ババアがリペアすんでしょ。ババアリペア。ワッペンとかつけてくるじゃん。まあイージーパン履いたら無地の T シャツかっこいいと思うよ。あとスタイルがいいかだよね、 T シャツ似合うかどうか。外人体作ってるから T シャツとジーパンがかっこいいんだよね。
ストーンウォッシュみたいだった。腹立つなそれ、うん、そう、シワになってきたら買い替え時じゃなくて、シワが出てきてから履き頃っつうか、やっと履けるようになるって感じ。ポロシャツとかより俺 T シャツにジーパンとかシンプルな感じが好きだね。ダメだよ、シワが出てきたらもうそっから味が出てくる、楽しくなってくる頃だよ。うん、のんちゃんのは501だがボタンだね全部。こんばんは解放。10年は履けるだろうね、リペアすれば。リペアするときもあそこに持ってきな。うん。綺麗に直してくれるから。最初のファーストウォッシュが重要だよね。だいたいどういう風に作りたいかイメージして、最初ノリ落とすのか。俺はね、1回目落としたの失敗したと思って、今回は、1年は履こうと思ってるけど。半年1年かな。で、型ができてから一気にやる。うん、俺ブラックジーンズが好きなんだよね昔から。俺は無印の T シャツはね全部、俺は T シャツは全部無印。周りから何か言われるって何を言われるの。これ T シャツは無印、俺も無印派。ジーンズ用の洗剤はね、中性洗剤なんだと思う多分。要は化学薬品とか使ってなかったり、天然石鹸で洗ってもいいんだよ。まあ匂い、匂いが出てきたりとか気になったら洗わないとダメだよ。もうバクテリアが入ってるから、生地自体傷めちゃうから。だからなるべく陰干ししてローテーションで履くんだよ。ボディシャンプーでもいいんじゃない。そこは調べてみて、そのシャンプーの成分がどうなのか分かんないから。石鹸が一番いいっていう。草薙くんは石鹸で履いたままお風呂にドボンって使って石鹸で洗うっつってたね。俺はジーパンが大好きだね昔から。熱湯は絶対ダメダメダメ。俺はぬるま湯、少し冷たい感じのぬるま湯。熱湯なんか絶対ダメだよ。ダメダメダメ。ファブリーズはあんま良くないと思うけどな。浴槽が、真っ青になっちゃうね。もったいないよそんな。ダメだよそんな。いいジーパン買ってそんなことやったらもう許せねえよってなるよ。ジーパンは一生履けるかんね。履いたまま風呂入るのは結構ジーパン好きはやるよ。肩崩したくないっつって湯船にドボン。今日顔近い、ごめんごめん。刺繍もいいね。あれ入れてあげればよ、入れてあげるよ全然。脱水は俺は絞ってそのままハンガーに外に陰干しで吊るす。もうビジャーって絞ってハンガーに吊るすって感じ。東京って出たらダサい。え？東京。あ、いいんじゃないの。入れればいいじゃん。リーバイス東京って入れちゃえば。ね、やめる？まあ次役やめるかじゃあ。レザー系も好きだよ。小物は全部レザーだから俺。レザー大好きだよ。これもだいぶいい色になってきたよね。
皮が沈んできて柔らかいし。タバコケースと財布とバッグはレザーだね。ノルマ達成、半分折り返した感じかな。うん、今日はすげえ花火いただけて嬉しい。だいぶ色濃くなったよねこれね。カバンもだいぶ色濃くなったよ。もうかっこいいって言われるもん。要はね、経年良化が好きなんだよ。俺もヘルツ、財布とバッグはヘルツだね。革ジャンも持ってるよ。革ジャンは結構賛否両論あるね。俺の革ジャンは着てみようか。俺の革ジャンはダッサイダッサイってすげえ言われるからあんま見せたくないんだよね。カバンは深みだいぶ出てきたね。あ、今あんな感じだね。だいぶ色が沈んで、まだまだだけど、あと2年ぐらい使わないと色かっこよくなんないけど、まあだいぶ見れるようになったよ。だいぶ。はい、ワダツ。あれ、ライダースギャグじゃないんだけど、最高にかっこいいと思って買ったんだけど、すげえダサいって言われるんだよね。うん。まだまだだね。もうあと2年ぐらいしたらかっこよくなってくると思うね。岡山ジーンズ有名なの？そうだよ。ランドセルってバカにされてたやつが色が深くなっていって最近はかっこいいって言われるようになったね。最初はほんとランドセルみたいな色なんだけど。あのライダースはない。マジかよ。着てみる？いいよ、持ってくるわ。あれは2キロくらい。カバンはこんな感じ。かっこいいぞ。かっこいいよね。なんでダサいっていうの？普通にかっこいいだろ。かっこいいよね。服に負けてる？かっこいいよね。白赤かっこいいじゃん。服が嫌がってる。いや普段着だけど。これいくらだったかな？プレゼントだから覚えてないけど、いくらぐらいなんだろうこれ。え？結構高いよねこれ。うん。俺はこれを止めて着るのが好きだね。こうやって。こういう風に止めて着るのが好きだね。かっこいいでしょ。千葉に行ったっけ？え？何？成田行った時に、大きい古着屋みたいな。え？あったっけ？ああ、はいはいはい。あそこは安いよ。うん。ああ、ゴシャブの時これ着てたもんね。立って、いや普通にかっこいいと思うんだけどね。
めちゃめちゃおしゃれでしょ。いやだからいいついてこれないんだよ俺のセンスに。微妙。ここ閉まるんだよ。ここここかっこよくない？ほら。ねえ、なかなかここ閉まんないじゃん、うん、これがかっこいいんだけどな、うん、ここ開くんだぜ、うん、もういいや、やめる、気分悪い。いや気分悪い。キラコメがいい。いや、キラコメがいい。陰キャじゃないでしょ。パリピでしょ。ねえ、似合ってたよね、ライダースね。よかったよね。普通になんか芸能人みたいなオーラ出てたでしょ。ボクシンググローブこれいいやつだよ。ほら、これが俺のもう和道って入ってるからね。和道って和道で、こっち側には和道、祖祖の粋な計らいだよ。直樹兄さんかっこいいよね。いや、リスナーさんがプレゼント、プレゼント。こじるなっていうか、いただけるもんはいただきますよ。花火もアイテムもプレゼントも天ギフも全部いただくよ。それで生活してんだから。リストバンドとかもかっこいいでしょ。この辺、靴、靴は今いいやつ持ってない。あのなんだっけ、オールスターしか持ってない。黒のライダースも欲しいよね。黒のライダースも趣味悪いかな。そんなに悪い？俺パンクスだよ、もともと。俺もともとパンクス。
オールスターに、いや USA かどうか分かんないけど、オールスターってやつだった。マーチンは微妙なんだよね、俺の中で。パンクスだよ、ほら。ゴリッゴリのモヒカンだから。いや、これ17歳の時の俺。17歳の時の俺。帽子は、ニットとか、エースカフェ。エースカフェロンドンのキャップとか、こういう感じ、でもこれ被るとヤクミツルって言われるんだよね、ヤクミツルって言われる、帽子いらない？もう帽子結構可愛いなと思ったんだけど、これ他はニット帽かな、変かな。あ、ファッションにうるさいよな。サングラスは今作ってるね、今作ってる、10日後にできるって。ニット帽かぶるね、公民権運動みたいな帽子って何。あ、90年代のファッション好きだね。刺繍はないよ、メガネを作ってるだけ。レイバンじゃないね。ああ、明日の岡山ぜひ見てください。よろしくです。はい。初めての岡山なんで。いじられるの嫌いっていうか、かっこいいのにさ、かっこ悪いって言われたら気分悪いじゃん、かっこいい服を着たのにかっこ悪いってさ、嘘をつくのは良くないよ。いや、デニム見に行くわけじゃないよ別に。いや、だってファッションって自分の着たいもん着るのがファッションなんじゃないの。別に他人の受けを狙ってるわけじゃなくて、俺が着たいもん、俺がかっこいいと思うもん着てんだもん。俺がかっこいいと思うもん着て何が悪いんだよ。面白いの意味が分かんないんだけど、面白い要素なんかなかったでしょ。小田切城っぽいでしょ、ネタでしょ。ダイヤモンド愉快じゃないよ、やめて、ダイヤモンド愉快って。いや、いいわ、もう心折れたわ。なんか一回休憩するわ、流れ変えるわ、一回休憩します。なんか
なんかちょっとないわ。なんかちょっとないわ。へこんだ。心が折れそうだよ。どうだろうね、1時間後かどうか分かんない、うん、田中は今日来てないね。かっこいいよね14号さんね、かっこいい。あ、分かった、じゃあ岡山にあれ着ていくわ。岡山にあれ着ていく。革ジャン決めた、頭きた。岡山にあれで行きます、僕。それで行こう。ファッションリーダー、東京の最先端のファッションで行くわ。おう、田舎者どもビビらせてやるよ。でも関係ない、暑いとか。俺がいかに東京の新宿のファッション、最先端のファッションを岡山県民に見せてやるよ。頭きたから。おう、頭きた。西新宿の最先端、笑われないでしょ、うん、田舎者には分かんねえんだよ東京のセンス。原宿とか歩いたらみんなあんな感じだよ。表参道とか、原宿とか表参道歩いたら全員あんな感じだかんね、うん、いや本当だよ。いやもう気分悪いわ本当に。いやあんな感じだよ表参道は。表参道歩いたことないから知らないんだよ。東京に住んでてあれダサいとかないです。めっちゃいい革ジャンだねってなるから、東京住んでる人だったら。あれだろう、23区外だろう、どうせ犬目町とかだろう。八王子とか東京じゃないから。あーもう頭きた。お疲れ。